山あいにある仁淀中学校のグラウンドに1台のキッチンカーが。中で高知市のホテル日光高知朝日ロイヤルのシェフがサンドイッチを作っています。あとチーズとベーコンと。このホテルは生徒たちに地産地消の大切さを学んでもらおうと、地元の食材を使ったサンドイッチのレシピのコンテストを企画。仁淀中学校と池川中学校の全校生徒合わせて64人が参加し、それぞれの学校でグランプリを発表しました。おめでとう、すごく美味しかったよこれ。ありがとうございます。はい、おめでとう。おめでとうございます。仁淀中学校のグランプリには3年生の小宮秀樹さんのレシピが選ばれました。最初は取れると思ってなかったんですけど、美味しいって言ってくださったのでとても嬉しいです。シェフが絶賛したレシピがこちら。主役は仁淀川町産のマッシュルームです。炒めた玉ねぎやチーズとベーコンもサンドしています。美味しそうですね。最高。つけもすごい。そのお味は。家で作ったより美味しいです。ケチャップとか入ってないので、すごいマッシュルームの味がすごい感じられました。美味しかったです。マッシュルームのね、こう自然の美味しさ、鶏がすごく生きてますんでね、ぜひこう変に味付けせずに美味しく食べてもらいたいと思います。池川中学校のグランプリにはソースがよく染み込んだヘルシーな照り焼きこんにゃくサンドが選ばれました。2つのサンドイッチはホテル日光高知朝日ロイヤルの前で販売する予定です。